5秒前、4、3、豪華チャンネルです。私はキャスターの豪華です。皆さんご機嫌いかがですか。ちょっと今日はね、一つ重大発表かな、わかんないけども、ちょっとご話がございまして、この動画を撮ってるんですが、ちょっとこの写真見てみてください。2006年のちょうど私が大学を卒業した頃の写真なんです。これ豊田博物館で撮った写真なんですが、これね、初代のプリウスなんですね。で、実は私免許を取ったのが2003年なんですけれども、2003年免許を取って初めて乗った車がこの初代のプリウスだったんです。で、結論から申し上げますと、新たなチャンネルを作ります。その名も EVTV です。なんで EVTV を作るか、実はですね、最近まあ電気自動車いろいろ出てきていて、私も最近電気自動車いろいろ乗るんですけど、なんか普通に過ごしちゃうんですね。改めてさっき思い出してみたら、私こういう電気系統の車にワクワクしてた時期があったんです。もちろんこの頃もだし、実はこの前に私こんなもの作ってるんですよ。高校3年生科学の、自由研究でハイブリッドカーを取り上げてるんです。で、実はね、その純粋な心を最近ちょっと忘れてたっていうのも一つあって、電気自動車といいましょうかね、その未来的な走りの感覚だとか、電気モーターが生み出すその未来感、スムースさっていうのは、いろんな仕事柄いろんなものに触れちゃう今となっては、なんか特にときめかなくもなっちゃってたんですけれども、改めてそういうのを思い出すと、魅力っていうのはやっぱあったんですね。で、一般的な方ってその私の当時の思いを多分今持つと思うんですよ。ということで、そういうも電気しか持ってない魅力をやっぱ伝えることも大事だったんだなっていうのを今さら気づきました。豪華チャンネルで、内容的にはその電気の内容ばっかになっちゃうもんですから、豪華チャンネルでそれを、ま、混ぜ込んじゃうとちょっとこうブレが生じちゃうもんですから、今回、今流行ってるから電気をやるんだろうっていうのじゃなくて、改めて私も原点に立ち返ってみると、こういう電気を一部に持った車っていうのはとてもワクワクしたっていうことを思い出したもんですから、ぜひそれを魅力を伝えるというようなことで EVTV っていうのをちょっとスタートさせていただこうと思います。興味あるという方はぜひこちらの EVTV にもチャンネル登録していただいてですね、こちらのチャンネルも楽しんでいただければ幸いでございます。この度は新しいチャンネルを作るということで、なんかもういろいろ増えてわけわかんないのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞそのあたりはご勘弁いただきたいと思います。豪華チャンネルは豪華チャンネルでしっかりと続けていきますが、 EVTV は EVTV の面白さもね、いろいろ探りながらやっていきたいと思いますので、ぜひこれからもこの私豪華とそれぞれのチャンネル、豪華ラジオチャンネルもありますが、応援いただければ幸いでございます。ぜひ この10月です、豪華チャンネル並びに EVTV 豪華ラジオチャンネルにご期待いただければ幸いでございます。ということで今回はこんなところにしたいと思います。今回も豪華チャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。